カレー川駅。カレー川駅は、鹿児島県霧島市早戸町カレー川にある、九州旅客鉄道 JR 九州被殺線の駅である。駅舎は、県内最古で、登録有形文化財であり、所有者である、地元自治体の管理下にある、全国でも珍しい特急が止まる、無人駅。1903年、明治36年1月15日に営業を開始した。 当時は、駅長と出卒が県電信係1名と、駅府5名で運営されていた。駅長の月給は19円80銭であった。妙見温泉への入り口の駅であり、当時客は自前の布団を鉄道便で別荘し、駅から温泉宿まで担ぎ屋が運んだことから、貨物扱いもあり、駅員も複数名常駐し多いに賑にわった。1920年、 大正9年3月30日、当時の皇太子、昭和天皇が、駅から約3キロメートル西にある、高屋山上寮参拝のため上降した。宮崎駅からの臨時列車で午前11時に到着し、鹿児島県知事らの出迎えを受け、駅から人力車で山両へ向かった。東郷平八郎も同行していた。午後零時十五分に、駅へ戻り、同五十分に、川内町駅。 後の川内駅へ向けて出発した。小雨の降る中、沿道には出迎えのために4万人以上の住民が集まった。昭和40年代までは13塚バへの肥料や作物の積み下ろしで活況を呈していたが、1984年、昭和59年に無人化された。2003年に平け駅100周年祝賀会を元駅員らが企画し、JR 九州に苦心するも、 小さな無人駅ゆえに相手にされなかったため、自力で賛同者を集め、祝賀会当日2300人を集客。この実績から、2004年、平成16年3月13日開業の、九州新幹線の経済的な波及効果を高める、ために運転される、特急列車、ハヤトの風の停車が決まり、積極的な PR が始まった。ハヤトの風は当駅に、 約5分間停車するため、停車時間内に、駅舎の見学や、記念撮影などが可能である。祝賀会後、旧早戸町が駅舎を買い取り、物販やコンサート開催など活用されるようになった。また、当時の地元の早戸町では、築100年を迎えた駅舎を貴重な文化財であるとして、2003年度、一般会計補正予算に計上した予算18万1000円で、 R 九州から購入して、合わせて、周辺の整備を進めた。九州新幹線開業後にメディアなどでも報道され、知名度を上げた。名誉駅長一色駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。無人駅で、単式ホームの向かい側には使用されなくなった、島式ホームが残っている。駅前広場は手狭で、バスが乗り入れる、際の安全上の問題があり。 鹿児島県の魅力ある観光地づくり事業の予算と霧島市の負担により、駅から約150メートルの位置に、約1550平方メートルの駐車場が整備され、2010年、平成22年4月25日に完成記念式典が開かた。その後、平成25年5月1日より駅前まで、病気路線バスが乗り入れている。 駅舎は開業当初からの木造建築で、鹿児島県内の駅本屋としては、大隅横川駅駅舎と並び最古の存在。明治33年の低新省鉄道作業局、停車場定規に定められた駅舎の規格設計図のうち、最小規模の当停車場の図面を参考に、建設されたと推測されている。二千四年、平成十六年、旧、早戸町が保護のため買収し、 2006年、平成18年には、登録有形文化財に登録された。駅舎は、地元のボランティアによって、整備、清掃される。駅ノートが置いてある。駅前は、砂利が敷き詰められ、駅頭には、海遣い武器の大木がある。2004年、平成16年の特急、ハヤトの風運転開始記念に1日限定で、販売したところ好評を得、その後、と、 日宿日に限り、霧島市にある森の弁当山田屋という業者が製造する100年の物語か霊家は通称カレー川弁当が発売開始されている。土曜日と日曜日に駅舎内で発売している。内容ものはむね、タケノコご飯、タケノコ、シイタケ、鞘煙道、春巻き、ナマス、大根、人参、コロッケ、タラガ、ナス、カボチャ、 金、天ぷらの一種で、さつまいもと人参、ニラ、生姜が入った、鹿児島の代表的な郷土料理。金は、鹿児島の方言でカニのことで、揚げた後の形がカニに似ていることからそう呼ばれるで、構成されている。県内外問わず人気が高く、JR 九州主催の九州の駅弁ランキングでは、2004年、平成16年度で4位になり、2009年、 平成21年度まで3年連続で第1位に輝いている。また、1日100食しか製造されておらず、カレーが駅でしか購入できないことから、テレビ番組などでは、幻の駅弁と称される。2013年には、第2弾として、花の松駅か、霊川が発売開始されている。さらに、カレー川弁当のミニサイズ版である、タケノコが、 発売開始され、こちらは第12回九州駅弁グランプリで3位になっている。100年の旅物語か、霊川に限り特急、早トの風の車内でも販売を行っているが2日前までに事前予約が必要である。なお、2010年3月現在、早トの風2号のみ、鹿児島中央早ト間では販売を行っていない。の小駅で、駅の周りには、 カレー川に沿って小さな集落が開けているのみである。当駅の南へ約2キロメートルほどのところに鹿児島空港があり、国道504号に接続する道路、鹿児島県道56号早と梶駅線も通じている空港まで約 4.8km。駅を経由する温泉バスは、新川、安楽、妙見温泉に宿泊を呼び立ち寄り湯の 交通手段として利用でき、帰りは空港アクセスとしても利用できる。このバスは特急は宿の風に接続する他に数本ある。乗車には1日利用券500円と3日、利用券1000円を利用し、追加料金で立ち寄り湯が可能となる。タオルセットも車内販売する。平成25年5月1日より、鹿児島交通のカレー川駅バス停が設置され、 駅構内に乗り入れが開始された。平成26年7月7日、現在、鹿児島空港まで運賃は空港まで210円。鹿児島空港行きが1日5便、妙見温泉経由で、早戸駅行きが3便、立花上る行きが2便。鹿児島交通バス、鹿児島空港丸尾霧島岩崎ホテル、時刻表外部リンク、霧島遊ぶ巡り、バスマップも参照。 他には、駅から東へ、約600メートル近くに空港と霧島を結ぶ、鹿児島交通、旧、岩崎バスネットワークのバス路線が、通り加齢川バス停がある。新川渓谷温泉郷への入り口駅の一つとも、なっている。当駅及び隣の中、福良駅周辺の山林は、中国人の不動産会社が所有しており、大規模バス祭による影響や、 水資源の不安などが問題視されている。2015年11月頃から駅に猫がいづいて、にゃん、太郎と名付けられた。この猫は2016年5月にカレー川観光大使に任命されることとなった。今はの清志郎のシングル曲、おう、ラジオのプロモーションビデオの撮影場所となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。